はい、どうもこんにちは、ダイダルでーす。さあ、今日もね、妖怪ウォッチってやっていきたいと思います。さてね、ちょっと裏でね、前方A 分クリアしたんですけど、出ないんだよね、禁断の果実。だからちょっと今日はね、また、前方 A 分のね、新しいステージ、今度4にね、行こうと思います。一応ほら、これ見てもらったらわかると思うんですけど、ヌーから出るんだ、これ。失礼しました。ヌーから出るんだよね。でも、ヌーから俺出たのがね、もずく先生だけだったんだよね、この前やったの。でも、多分これ、レアランクが違うんだよね、おそらく。ねえ。多分これ、毒釈光のね、ここ攻略したら出るんじゃねえかなと思いますので、やってみましょうか。プラス、なんかね、ちょっと、一つ噂を聞いたんですけど、落ちてる金貨あるじゃないですか。あれを集めると、なんかいいことあるぞっていう。ねえ。いいことあるぞって聞いたことあるみんな。いや、俺も、ググっただけなんですけど。じゃあ、スキップして、行きましょう。はい。さあ、移動中でございます。この、なんだろう、乗ってみたいな、この車。よし。それでは行きましょう。前方A 分4階層目です。頑張っていきます。結構ね、難しいです。昔ね、妖怪ウォッチの、レベル5の番組出た時に、このステージをやったんですよね、確か。すき焼き発売日の次の日ぐらいにやってたやつ。で、実を言うと、ね、多分これ投稿してる今日もね、番組出てますので。見てくださいね、皆さん。さあ、で、この金貨、あるじゃん。今回、なるべくね、拾っていこうかと、いろいろわからない、ね。行こうかなと。思いますので、よし、ぜひともそうやって見ていっていただければと思います。さあ、いきなり盾落ちてるぞ。盾で強化してえな、俺。よし、とりあえず罠見える使って、丸い盾拾った。あ、防御力10のゴミなので捨てましょう。くぅ、よし。それじゃあ、お金拾いながら、また攻略していきます。あ、めっちゃお金落ちてる、ここは。無限にお金落ちてるんじゃねえ？落ちてねえ、そんな甘い人生はない。でも結構落ちてるよ、お金。ねえ、100枚ぐらい集めたらいいってことらしいですので、まあ、このカブトさんとかがいるみたいに、敵がね、お宝たまに持ってるやつがいるんで、こいつらをね、なるべくやっつけながら、ねえ、やっつけながら、お金稼ぎながら、ねえ、ながらながらで、長々したいと思います。もうごめん、何喋ってんだろう、今日。痛い！早く早く早く。よし。さあ、お札使って力アップ。もう14枚だよ。1フロア何枚集めたらいいの？ 25 枚ぐらいだよね。で、25枚ぐらい集めれるように頑張りましょう。ね、25枚集めるまで次のフロア行くの禁止な、みんな。結構だるい気がするぞ、それ。ねえ。ここ2枚落ちてるよね。1の。よしよしよし。20枚集まったよ。あと5枚ないからけど、まあ、いっか。降りるわ。さあ、一発目からノルマ未達成。これ、俺、どうなってしまうの、みんな。いってー。トラップきつすぎるっしょ。宝箱持ってるやついねえかな。雲海峡さんとか、邪魔です、邪魔です、邪魔です。あ、ちょっと宝箱ここ落ちてんじゃん。ちょっと待って。上か、宝箱落ちてんのは。よし。さて、敵さんちょっと無視していきまーす。鎧さんとかも結構硬いんだよ、おめえら。はい。雲海鏡さんじゃない。ヌーパーツがね、ないとダメなんだよね。ヌーパーツね、1回のダンジョンでみんな何個ぐらい拾えたらいいの？俺、1個でも拾えたらラッキーかなと思ってんだけど。正直さ、そんな落ちてないじゃん、ヌーパーツは。宝箱持ってる。ボスがね、やっぱ落とす確率ちょこちょこあるよなって思うんだけど。あ、出た！攻撃力上がるってやつ。よし。船だ、宝物。真面目に生きる。よし。あ、ちょっと武器強化するの俺拾えてないじゃん。でも武器強化するのね、もういらないんだけどね、これ。キリキリ玉。今、使うか、1個。攻撃力3上がったけど。ね、もっと強い武器に本当は使いたいんだけどね、強い武器を持ってないからね、全く持って意味がないんだよね、これ。なんか、俺レベル5のね、その公式に出た時にね、なんだろう、キャラクターが装備してた武器がね、威力100いくつかあってさ、
え、高くないっていう。それぐらいの、俺強いやつ欲しいんだけど、どこで手に入んの？まだまだ先？こんなクソ序盤じゃまだダメだぞってことなのかな？まあいいけどさ、さあなんだかんだ言って、金貨33枚集まりました。俺これね、こういうね、なんだろう、ダンジョン行くじゃん。で、中身のないトークをひたすらするのすげえ好きだよ。みんなはどうですか、こういう。ね、これもうカットは飛ばしてくれとか思ってる人いるかもしんねえけど、まあ、たまに飛ばすけどね、もう今日プチマンはねえやって言え。ねえ、ちょっといい感じの時はもうずっと喋り続けるから。ねえ、今日俺ね、みんな聞いてくれる？朝ごはんにね、ピザ食べたの。朝からピザ食べたんだよ、めっちゃもう。ねえ、胃もたれしてて、もう帰ってきてからもうめっちゃ苦しいんで、うわーってもうずっと苦しんでたもん、ほんと。胃もたれで。ね、いやみんなピザ食ったぐらいで胃もたれしねえって、あ、これ年の差だな、ほんと。いや、じゃあ妖怪のせいかな。うわ、妖怪胃もたれにぬ、そんなんいるのねえ。なんかでも胃もたれんとかいそうだけどさ、お、さあ宝を持ってるやつがいるね。なんでも妖怪のせいだよっていう風潮はなくなったよね、なんだかんで言って。ねえ、妖怪のせいだよねとかね、あったけど、やっぱみんな分かってるよね。やっぱ全部が全部妖怪のせいにしてたら、俺たちろくな大人になんねえやっていうことが、ようやく分かったんじゃないかなって思うと、なんか、胸が熱くなりますね、ほんと。こうやって、人は、ね、妖怪を通して成長しているんだと思うと、うわー、地形忘れた、最悪これ、もう。ね、全部妖怪のせいだ、これ。ふざけんなよ。ウォッチッチするぞ、これ。あ、またワープ入ってないじゃん、今、完全。おかしいでしょ。君たち邪魔だよ。もう、ちょ、もうこれめっちゃ大変や、もうこれ。もうダメダメ。もうトークいいや。カットします。お、ヌーパーツゲットしたぜ。やった。そう、1個目ですね、これで。ヌーパーツ。ね、ずっと迷ってたんですけど。ね、ここに階段あるので、ここ入っていきましょうか。さあ、これでようやく皆様3階でございます。さあ、前の階でね、かなりの金貨ゲー痛いゲットできたのでね、今回も金貨をね、なるたけたけたけ探していきましょう。でも金貨探してもね、みんな見つかんねえからね、そんな、そんな落ちてないけど、100個集めることできねえかもしんねえ。すげえつらい。お、幸運の守りだ。いらないんだよな、もう全部なんか宝箱が全部ヌーパーツになるとかいうアイテムねえかな。もうゆとりもいいとこだよね。さあ、スタミナも使ったので、走りながらね、がっつり探していきましょうか。敵も無視しながらね。でもこれね、俺下画面のマップ見ながら移動してるんですよ。あ、ヌーパーズ2つ目来た。え、激アツかよ、おいおい。ねえ、ラブフェロモンはマジいらねえから使っとくとして、よし、お金拾って。ねえ、だから下画面見ながらやってるから、敵キャラクターが宝箱持ってるかどうかってね、割と見逃してるんですよね、ほんと。うわ、また地形見失った、もう。地形失う率高すぎるんだけど、これ。あ、もうスタミナも効果切れたし。よし、まあでも切れたぐらいの方がいいか、このゆっくりね。ある程度ゆっくり走ってる方が。ね、ちゃんと物の確認と、なんかいろいろできるしね。よし。さあ、牛すき焼き。あ、すき焼き。ねえ、よいしょ。すき焼き食いに来てるな、みんな。なんかうまいすき焼き屋さんって東京にないの、みんな。知ってる？ねえ、お父さんとお母さんに聞いて、教えて、俺に。ねえ、よいしょ。すき焼きやる日あったら、俺呼んでね、ちゃんと。食べに行くから。OK、さて、ちょっとね、皆様、宝の地図でしたっけ？地図のアイテム使って、落ちてるアイテムとか全部わかるっていう状態になりましたので、ちょっとわかるして全部金貨回収しましょうか。せっかくなので金貨全部回収しつつ、制限時間2分短くなった。やべえ、ちょっとあと3分あしやでもちょっと待って、これやばいな。これ意外といろいろわからなくなった。何がわかんない、何言ってるかわかんない。よし、なんだろう、トラップがわかる妖怪もいるんだけどね。あぶね、よし。さあ、これ、金貨、見て。64枚って、ウルトラ熱い状態だよ、これ。すごいっしょ、これ、こんだけあったら。よし。
そう、宝箱もゲット。スピーディー W とかがみんな体力やばいけど大丈夫？ちょ、体力回復して。さあ、幻影の指輪。よし、ご苦労回復。ダブル回復がほんといいね。スピーディー W 系は。よし。それじゃ行くぞ、さあ、どんどん。あ、縦落ちてるけど、いいなに縦だ。はい、じゃあ行きましょう、次こっち。ね、ちょうど順路、一番ね、さ、前へ進んだところに、ゴールがあるから、いいよね。ほら、だって75枚だよ。ワンフロアさ、俺、25枚のノルマなって言ったけど、でもこれ、1階がダメダメだった分も全部回収できてるし、で焼き餅おめえ、いいもん持ってるし、もう完璧やん、これ。すべてが完璧やで、これ。何これ。うわ、ヌーパーツよこせや、そこは。でもさっきも言ったけど、1回の今ダンジョンで2個のヌーパーツを俺ゲットできてるんですよ。なんでもう今回は正直、ノルマ達成状態。ね、ノルダラです、ノルダラ。オッケー。お、お前も持ってんのか、宝箱見せてくれよ。頼む、ヌーパーツ。あっと、幻影かな、これ。幻影の指は同じアイテムしか出ないよね。さて、3回完了です。次4回行きましょうか。4回、うん、なんもないです。4回に4回、なんもないです。よくわかんないや。ちょっと難しいね。ゲグって。ね。はい。さ、78枚、あと22枚か。このフロアで22枚ゲットできるかな。なんかね、おー、まあまあ、頑張る。だって、この次ボスだっけ確か。今4回だよね。19回だから。この回でゲット しとかねえと、ないわけなんだよ、でも。よいしょ。うおー、クラップ痛い。じゃ、みんな回復ありがとう。さあ、ちょっとね、全部くまなく探していきたいと思います。うえーい、また制限時間2分短くなったやつ。2分短くなの、いっちゃんダメだと思う。さあ、オートロー、チュートロー。よし。食いたいにゃん。こっち。金塊。いいぞ。金塊。金塊、いい、あと10個、あと10個、みんな。10金だよ、10金、あと。なんか10金持ってきて。よし。頼むよ。通路になんで落ちてないの、こんなに。いつも金塊落ちてんじゃん。大量に。捨てるほど落ちてんのに。なんでこんな時に限って落ちてないの。宝箱。何これ。わっ、エビ天。よし。うまい。お落ちてる、ここ。今拾った？拾ってない。この辺に。よし。92、93、来た。94、待ってね。これ通路ちゃんと見ていこう、通路。95？ いいぞ、これいけるぞ。いけるぞ、あと5枚。よし、96、97？ 97まで来たよ、みんな。よし。宝箱。97まで来て、もうすぐ。あ、足滑る。よし。98？ 90？ 9？ あと1個じゃん。よし。古びたコイン？あと1個ない？あった！ 100！ 100集まったらどうなの？祝いの場にご招待！おい、カーテンの奥から宝箱の気配がするぞーっていう。で、これだよね。ちょっと行ってみようか、祝いの間。そう、これなんだよ、俺が行きたかったところ。なんでしょう、これ。カフマハ、気絶した？待て。行くな。帰っておいて。よし。ちょ、鎧さん、暴れすぎ。ふぅ。よし、さ、回復してもらったら。行きましょうか。ご祝儀袋だよね、これ。なんでしょう。ごちそうをキャッチしろ？なにこれ。え？これ拾えばいいのかな？ドクロはダメでしょ。お前何拾っとんねん、お前。これ俺以外が拾って、わーっとったと。よし。うんまっ！じゃあダメ、拾ったらダメ。なんでマイナス3になってんの？これ仲間の妖怪が拾っても OK ってなってんじゃん、これ。これ、きつくない？よし。なんかナイスって出るんだけど、中央で取ればナイスになるのかな？無理。
取れるもんだけ取ろう。おお、これなんか種類によってなんかボーナスとかあんのかな。天ぷらとか好き、寿司すき焼きっていう風に意外となんか分かれてんじゃんこれ。おお、やばいやばい、フィーバーしてる。あ、そこまで？何？俺34点しかないんだけど。え、仲間マジ何もしてなくない？しっかりしろよおめえら。20点超えとはなかなかなり。苦労にお前銅の宝箱。はあ、あ、受け取られよ。赤、青、黒、ありがとうございます。これって結局何なんでしょうかね。開けてみましょう。何もらえるの？あ、必殺の秘伝書ね。うん、なんか何とも言えねえけどありがとう。ありがとう。あざざざざざざーす。あざざばまままままーす。あ、ボス戦来た。こいつ超強えからな、覚悟しとけよ。ドグシャッコ行きましょう。さあ、どうしようかな。こいつはなんかね、目が光ったらやばいんだよ。踊り出したらね、危ないんだよ。目、そうだ、踊り出したら目の前が光ってね、相手を気絶させるって効果があるって、俺、この前のレベル5の放送で聞いた。精霊の儀。痛い！それ当たるじゃん、絶対。強いよ。必殺だ、だろ。エンマブレードじゃ！ふざけんな！強いぞ、エンマブレード。さあ、魔除けの儀って何？さあ、踊り出したぞ。あ、また目の前光った。ああ、ヌラリヒョン頑張って。ヌラリヒョンいじめられてる。さあ、また踊り出したぞ。目の前光るぞ。よしよし。とりあえず切り続けよ、俺は。硬いな、こいつ。うわ、助けろ。ああ、もう諦めよう、味方は。あいつはいいやつだった。あ、俺も食らうんかい。よし。でも全然箱入ってないです。あ、チャンス入った、チャンス入った。殴れ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 。めっちゃ効いてる効いてる効いてる。今チャンス今チャンス。よし。うわ、いや、いいダメージ入ったね今の。また精霊の儀、これ絶対当たるよね。ぬらりひょん2発食らってんじゃん。じゃあいつ移動しすぎ。また精霊の儀だ。うわ、ぬらりほらぬらり2発食らっとる、かわいそう。またやんのもしかして精霊の儀。もう知ってる。殴るから止める止める。痛い痛い痛い。北条の木って殴ってるだ、殴ってる。パンチやらだったのそれ、北条の木って。さあ、必殺技また押しよう。 OK でーす。痛い、北条の木。こいつちょっとずるいな。また精霊の木でしょ。うわー、なんか体力減ってからパターン変わっていやらしくなったねこいつ。ほら、痛い、殴れ殴れ。さあ、魔除けの、うわー、ただ踊ったので後ろに回りましょう。うわー、やばい。おー、カンフーマッハがピンチか。スピーディーバダブルか、あいつ。さ、仲間が捕まったぞっていう。うおぉ。でも助けたいよね、俺。よくわからんけど。早くしてくれよ、行動。よいしょ。え、ヌラリヒョンダメージゼロだったよ。そ、魔除けの歌ね。ひたただうとこ、今のうち。エンマブレード、いいダメージ入ってっしょ、エンマブレード。さ、残りちょっとだ。みんな、決めてくれ、もう。もう決めてくれ、俺の分まで。さあ、とりあえずエンマ攻撃力アップ状態にして、中央に来たね。ほら224、いいダメージ入った。さあ、あとちょっとだ。とどめだとどめだ、いけいけ。よし、ほら、痛い、方向にやめろ。ほら、し、俺の勝ちだ。読者校やり。うん、はい、ということで、オーラバッジがいらねえ。いらねえ、マジ。まあでも、あれゲットできたよね。二つゲットできたよね。そこは良かった。はい、ということで、ね、おすすめチームレベル今15のだけ、今20あったんだっけ、チームレベル一応。よかった。さあ、ヌパス。あ、なんで？ねえ、秘宝が当たっちゃったよ、逆に。秘宝2つもいらねえよ。なんで禁断の果実出ないの？技極むの秘宝でした。
はい、ということで今回もこれで終わりましょう。ご視聴ありがとうございました。いや、ちょっとあれだね、もう少し頑張りましょうか。あ、なんかイベントだったわ。もうちょっと続く。何？んんだよ、それありえねえって。なんで僕ちゃん差し置いて宝ゲットしてんだよ。もう悔しい。あ、秘宝でいいのかな。 UFO ストーン光ったぞ。え、ヌベリスクが呼んでいる。え、マック目赤かったで充血したで。目洗ってき、行かなくちゃ。え、マックいなくなるのこれで。バイバイ。え、UFO ストーン、UFO の意思？なんでしょう、それ。これ、ヌベリスクって。オベリスクやん、これ。見ていればわかる。もう光ったよ。うっそん。一個光った。なんで光るってわかったの？俺にもわかんねえや。不思議でウィスー。あれ見るんだよ、何何？ピラミッド、あれって。え、ピラミッドが光ってるけど、うわー、目が開いた、キモい。なんか遊戯王みたいになってる。大丈夫これね、千年アイテムとかなってるけど。ピラミッドの形変わっちゃったよ。ヌベリスクが光るとピラミッドが変形していくみたいで、ウィスー。あと三つあゆのに、まだ形が変わるの？楽しそう。バスターズはヌーの遺跡回ってこう。さあ次ね、多分前方5A分がこれで全部クリアしたので、次回からまた変わっていくのかな。ね、これディープダンジョンを探索しようで。え、ディープダンジョンだ。ディープダンジョンの特徴は長さだ。ディープダンジョンをクリアまで20回以上を制覇する必要がある。長いー。だが安心しろ、連戦か脱出か選べるぜ。いや、連戦カーテンに入れ。協力プレイヤーは誰が一人でも脱出すると全員脱出することになるからなっていう。これ誰が友達とやりたいよね、その連戦のダンジョンは。うわー、なかなか熱いですね、これは。うっしゅ。あの日、お宝でなんかに使うのかな、わかんないけど。はい、とりあえず、改めて本当に今度はこれで終わりましょうか。ご視聴ありがとうございました。ね、禁断の果実いつ手に入るんでしょうか。おつぽよ。